春どうも、はるままです。はい、そちらです。はい、どうも、はるままです。なんで忘れてるんですか、自分で。どんどんつって。びっくりだぞ。久しぶりだから。久しぶりですね。はい、というわけで、はるままでございます。そして、どうも、とずるです。そして、どうも、とずる、きよきよです。あー、ありがとうございます。ありがとうございます。すごい、ボリューム。びっくりする、なんか、ドーッとなりました。はい、そういうわけでね、はい、こちらのね、村をね、今日は見ていただければお分かりだと思います。あ、いいですね。はい、はい、僕の村がね、今ね、一番育ってるんじゃないかと。すごいですね。ミラオル5ですか、ね、5です。5です。うわ、もう見て、この季節、もう目撃あるし、はいはいはい、うわ、はいはいはい、基本5ですよ、ほぼマックス。すごい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 。トロフィー高っ。トロフィーも高い高い高い。ガチランカーですか、ガチランカー。今調べたところ、はい、調べたところ、まあ、ランカーっていうのは日々ね、あの、まあ、変動してると、はいはい、ちょっとお休みするとちょっと休むとこうなっちゃう。いやー、もう少しですね、もう少し。今日3勝したら、はい、1回勝つともうランカー。1回勝つランカー、はい、うわ、すごい、すごい楽しい。3人で1回ずつ攻める。いや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 、本当ですか。ランカーチャンス。いや、俺ね、最後にしたい、実は。あー、なるほど。これプレッシャーというか、あの、ちょっと誰かに感じていたら、はいはい、ドズルさんでしょ。ドズルさん、一発目ドズルさん。もう僕、サクッといっちゃいますよ。お願いします。ちなみに、5は初めて。え、ヒーローいますよね。います、バトルマシーンいます。何回でも使います。バトルマシーン使ってことないですからね。バトルマシーン、え、どこにいるんですか。どこだ。あ、こいつ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 寝てますから、はいはい、これなんか一定時間で何回もこう特殊能力が使えるんですよね。すはいはいはい、ヒットポイントもどんどん上がってくる。使ったことない説ありますからね。体力回復800もするんだ。うん、非常にね、強いですから。え、ちなみにおすすめは何なんですか、うん、ジャイ。僕はさ、最近だベビードラが強いんですけど。ベビードラね、はいはい、対策されてるのがかなり多いから、その点で、はいはい、まあちょっとどうするさんにお任せして。ベビードラに弱い配置をちょっと引き当てますわ。確かに。あ、そうですね。いきます。じゃあ3回。ヨトさん、ここすげえ重要ですよ。え、これでも達成すればもういい、いいわけでしょ。これでも達成ですよ。これ何回いっちゃいましょうか、もう。いきましょう。いきましょう。サクッと。はいはいはい。さあさあさあ。さあ、まずは。うわ、わきゃ、出た。ベビードラ対策。あ、これ対策なんですか。完全対策ですね。完全対策系。あ、ちゃんと短いのもちょっとお辛い感じなんですよ。あー、そうなんだ。これね、俺だったら星2を狙いに行きますけどね。ちょっと星2も取れなさそう。初めてですからね、ゾウさんも。そうですね。え、これジャイ大砲は強いですか。ジャイ大砲ボンバー結構いいですね。ジャイ1体出して様子見ながらボンバーで後ろで撃つみたいな。大砲は両サイドから真ん中に集めてる。すげえ難しそう。はい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 。ヒーローはヒーローはヒーローはその前、うん、結構縦役になるので、ね、これは、はいはいはい。ジャイを前に出してっていいですか。そうですね、わかりました。じゃあいきます。いや、声ちょっと本当に怖い。いきます。これでランカー決まりますよ。いや、まあ、マジで怖い。そうですよ。なんで僕がやってるんですか。初めてのランカー決まります。初めてのビルダーホール5を。あ、ウナギキャンプあるんだ。あ、これはもうランカー行きがちな。いや、でもこれ放置がいいですよね。放置っていうか、どうなんでしょうね。あ、やばいやばいやばい。お任せします。お任せバトルマシンは真ん中なんですけど、バトルマシン真ん中の方がいいと思いますね。はいはい、ここで回避して。あ、素晴らしいボンバー。あ、こういうことですね。あ、いいですね。こういうことなんだ。はい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 、ボンバーも結構施設のね、壊してくれるので。いっていいの。はいはいはい、そういう感じなんですね。ビルダーボの場合、あの、迫撃砲が強いから、はい、結構まとめて出すと一瞬でやられるっていう。あ、そうなんですね。いい、非常にいい。いい、いい。使いましょう、ヒーローもね。早めに使って。はい、いいです、いいです。ハマったら使っちゃった方がいい。ハマったら使っちゃった方がいい。できれば。はい、いい。じゃここで。あ、いいです。連打。あー、あー、死ぬ。オッケーオッケー。さあ、星2まで行きたい。36まで行きたい。36行った。いける、いける。この2連の方がめっちゃ強い。2連も強い、マジで。移動する大砲も強いですね。これダンボルスでしょ、これ。当たって1個。いけるあー、 3% 3% ですか。今ですね、今多分47足りないですよ、ランカーまで。あー、キヨキヨさんと僕が勝てばいける。勝てばいける。うん、わかりました、行きましょう。どっちから行きます。どっちから行きます。いや、これはね、いや、はいはい、僕ははるパパさんが一勝するべきだと思いますね。なるほど、ここで、ここで、ここで僕たち一緒に違う。はいはいはい、これある意味、ある意味辛くないですかね。
ここで終わったら終わりなんですよ。確かにね。そう、これで負けちゃったら、はいはいはい、いやいや、いきましょう。怖い、本当に怖い。これ春馬さんのちゃんと覚えますから今。確かに、ここ攻め方を見てね、はいはい、勉強しましょう。お尻を絶対取る。怖いな。すごい戦いしてんの。ビルドホルゴ別世界ソウル。別世界ですね。別世界。いや、また嫌だな。なるほど。え、これはこれはね、体感的には。まあ、ちょっと裏からガーゴリとか流しづらいので、ちょっとね、パーセントが厳しいかなっていうところあるんですけども。でも、そら。悩むよ、ちょっと厳しいな。壁が強いから、やっぱね、ボンバーがいないときついんですよ。はいはいはい、はい。はあ、確かに。どうしようかな。ジャイが少なくなるわけなんですね。はあ、はあ、はあ。確かに。アーチャーで、外削りのっていうパターンもありますよね。はあ、はあ、パーセンテージ。どうしてみようかな。あー、外削り欲しいかもしれない。よし、行きます。パーセントがめっちゃ怖い、めっちゃ怖い。もう十字面からいきますからね。行きましょう。これめっちゃ怖い。さあ、まずジャイ出して、はい、ちゃんと、ちゃんとね。あ、そう出すんだ。こういう感じ。はい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 、こういうとこ真ん中に置く。なるほど、なるほど。ジャイ2体で、あ、うまいうまいうまい。ボンバーもちゃんとこう壁を破壊して前に行って、前に行って、綺麗に面倒して、うまい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 、やっぱり。とりあえず破壊、はいはいはい、ここからで、こっからパーセンテージ伸ばせるからですね、はいはいはい、マジでこっから。いや、でも相手もやっぱりこう、いや、そう、ジャイないですからね、これね。ちなみに確かに、確かに、バトルマシンが、ちなみに、あー、ちょっとやめて、そういうの。あー、なんか、どんどん使う、どんどん使う、どんどん使う。これね、クラッシャーが本当に強い。あ、クラッシャー強いですね。クラッシャー、これ出してきました、パーセント稼ぎで。はい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 、めっちゃいい、めっちゃいい。あー、死んだ死んだ死んだ。さあ、アーチャーが50%いった、50%いった、50%いった、50%いきました。OKOKOK。 あと2体、あと上、上が削れますよ、確か。あれ違う、あれ12時、松明ですか。松明系で、松明系で、松明系なんだ。そう、そっち系なんですよ。はいはいはい、きっかけなんだ。さあ、どうしよう。ね、ここで、あれ、何、ここで、とりあえず行って、そこは行って、はい、行きました。これ、これ行ってほしい。ワンチャン、ワンチャン、ワンチャン行ってほしい。あー、ちょっと厳しいかな。ちょっと、体力的に。あー、いた。どっちだろうな。はいはいはい、これ削れてましたっけ？ちょっと削れ、ちょっと削れ、ちょっと。どれがいいですかね、これ3つ。いやー、好きなの、ちょっと会議しましょう。僕は一回ぐらい会議しましょう。どうですかね、僕真ん中じゃないですか。真ん中？金山ですよね、僕は金山。あ、レベルも低いしね。そう、いけるよ、頑張る。これいけるんですか。あー、ちょっと、2連砲に一瞬で終わらない。2連砲、2連砲、2連砲でも届かないんじゃない、これ。射程が見せた。あ、射程、OKOKOK。このセッティングがやっぱりね、さあ大事なわけですね。6、8いきました。これで決まりますよ。6、8これでいきますからね。怖い、怖い、本当に怖い。いきますよ。ポンポン、いた、どこ、どうだ、引き分け、引き分け、引き分けなんてあるんですか。でも今の金座削れてなかったから、確かに、もうなかった。オワコン化だったんで、オワコン化でしたね。これで、おー、いたいたいた、はい、ちょっと待って、初っすよ。でも今これ勝ったらもう一戦しましょう。そうです、負けたら終わりね。残念、負けた瞬間終わる。負けたし、あ、即終了。負けた瞬間即終了。そうですね、もう負けが確定した瞬間動画が終わる。できればね、こう長いね、あれで。でもね、ハルパパさんのね、今攻め方見ましたから、僕これ結構ね、夜使いますよ。お願いします。ただ即終了いいっすね。何のチャンネルもアピールしないで終わって、今のうちアピールチャンネル登録下の概要欄、俺のね、チャンネル概要欄に貼ります。今やり始める。なるほど、あ、来た来た来た。あ、これは結構ね、いけるんじゃん。壁が低いっすよ。これ正面から行った方がいいっすか。壁が低いからベビドラでね、囲んじゃってもいいかもしれないですよね。なるほど。アチャ島がね、だいたいベルダー5になるとみんなね、射程短くしてる。おっと、絶対これベビドラでしょ。え、ベビドラなんですか。あ、ベビドラで囲いますか。全部ベビドラでしょ。なるほど。これ僕ね、常にベビドラッシュやってますからね。あ、そうなんですね。日頃からベビドラッシュのプロ。待って、このバトルマシンはどっから行きます？バトルマシンは絶対あのビルダーホールを破壊しに行った方がいいですね。ああ、なるほど。なるほど。じゃあベビドラでこう周りを削りつつ、はいはいはい、じゃあ行きます。ヒーローで、はい、ここら辺削って中心部に合わせる系ですよね。ちなみに角から戻ってきたやつと被らないようにしないと。あ、そっかそっか、レイジがね、感触が、感触、あ、レイジじゃない、感触、感触、感触がね、感触ってすげえ悪いな。なんか英語禁止みたいな。チョイスがいいですね。はい、そしてバトルマシンも出しちゃっていいですか。そうですね、バトルマシン出して、はいはいはい、回復しても、ベビド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 、
これで終わるのか ポン頑張れ頼む即終了かうわぁ即終了終わったパーセント誰も勝てず誰も勝てずパーセント取ってたらいやパーセントあパーセントじゃないビルダーホールを最後トントントンと落としてたら勝ってたおうんなぁお二人とも今日ねどうもありがとうございました。即終了即終了ということで終了させてもらう そうです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 そ